見えてるかな。あ、皆さんのコメント反映されました。ありがとうございます。皆さんこんにちは、毎週水曜日のね夜12時からやってるレイカと一緒に夜更かしタイムのライブに来てくれてありがとうございます。それではね、いつもの恒例の、レイカの挨拶みんなで一緒に歌ってください。いきます。せーの。ドはドーナツのドー、レはレイカのレということで、皆さんこんにちは、ドレミファソラシドレイカです。よろしくお願いします。今日も来てくれてありがとうございます。今日はなんか今日閲覧者めちゃめちゃ多い気がする。いつもよりも。ありがとうございます。すごい嬉しい。ありがとうレイカちゃんって、ありがとうございます。なんで今日こんなに多いんだろう。これが例のインタビューの方ですか。ええ、どういうことどういうこと。例のインタビューって何ですか。今何歳。私は永遠の17歳です。よろしくお願いします。今多分21だろ。え、どういうこと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 え、例のインタビューとかって何のことですか。え、怖いんだけど何ですか。めちゃめちゃみんなインタビューのこと言ってくる。 YouTube の急上昇にインタビュー動画が載ってたよ。噂のアイドルってこれか。へ？どういうこと？ちょっと待って。本当は17歳じゃなくて今21でしょ。専門学生のレイカちゃん。え、ちょっと待って、ちょっと待って。どういうことですか？え？どういうこと？え、なんでなんで？え、どこ情報ですか？何急上昇って。ちょっと待って。は？意味わかんないんだけど、何急上昇って。多分前に受けたインタビューの動画が今になって出てきて急上昇に乗ってる。黒歴史オツ。ちょっと待って、意味わかんない意味わかんない。ちょっと待って、なんであの動画が出てんの。運営に消せって頼んだのになんで出てんだよ。意味わかんない。え、マジで無理。え、マジで無理。ちょっとやめてください、コメントに書くの。お前ら全員非表示にするから。わざわざ見に来てんじゃねえや。あ、すいません、こんにちは。こんにちは。すいません、インタビューの方よろしいでしょうか。大丈夫です。はい、まずご自身のご年齢とご職業の方をお伺いしてもよろしいでしょうか。年齢は20歳で、職業は専門学生です。ありがとうございます。はい、昨今ですね、芸能界でも話題になっております浮気や不倫についてお聞きしているのですが、はい、そちらについては、どのように思われますでしょうか。誠に遺憾ですね。はい、誠に遺憾。はい、そうしましたらご自身はそのような経験などはもちろんないというバキバキしてます。バキバキしてます。はい、すいません、差し支えなければどのような方々とされているのでしょうか。既婚者の子供ありが1人、既婚者の子供なしが1人、はい、あと学生とサラリーマンですかね。はい、はい、すいません、もし差し支えなければですね、そのような方々とどのように出会ったらだったりとか、エピソードなどお伺いさせていただければと思うんですけれども。まあ、学生に関しては同じ専門学生の方で、はい、でサラリーマンに関してはマッチングアプリで、既婚者の方に関しては、はい、あ、学校の先生ですね。あ、社会の先生とあと数学かな。なるほど、これはすごいですね。すいません、そうしましたら、もう少しインタビューの方させていただいてもよろしいでしょうか。もう時間なくて。はい、すいません、あ、はい、街角インタビューでした。